三重県桑名市の多度大社。若者が乗った馬が坂を駆け上がり、壁を乗り越えた回数でその年の作柄を占う上げ馬神事。急勾配の坂に人と馬が一体となって挑戦する様は県の無形民俗文化財に指定され、先月も多くの観客に見守られながら執り行われました。しかしこの伝統の神事が今岐路に立たされています。その背景となっているのが動物虐待ではないかとの指摘です。三重県によると、先月行われた神事では馬1頭が坂の途中で転倒して骨折し、その後殺処分。馬をハッピやロープで叩くなど複数の不適切な行為も確認され、動物愛護の観点から1000件以上の批判的な意見が寄せられているというのです。実際桑名の町で聞いてみても、なんかあんまり賛成できない感じです。危険を犯してまでそんなやらなくてもいいかなって思います。初めてそういうのを知った時に、はいはい、ちょっと馬がかわいそうだなって、動物を大事にっていう考え方の人を見たら、いじめてるとしか捉えられないと思うんですね。そうした中、県や多度大社などで作る事故防止対策協議会が昨日開かれました。県は坂の構造や馬の選び方などについて見直しを求めたといいます。これまでの神事で馬たちが走ってきた道は、傾斜のきつい坂の先に土の壁がそびえ立つ構造。県の求めを受け、多度大社は坂を緩やかにしたり、壁を低くする方向で馬を奉納する御厨総大会と協議することにしました。それならそれでもいいんじゃないかなと思いますけどね。若い子たちがわーって駆け上がっていくのを、まあね、あ、登れたらいいなとか、そういう風で見てるので、山が高ければ高いほど達成感はあるんだろうけれども、まあ両方がいい方で、こうちょうど中間とね、折り合いがつけばその方がいいんじゃないかな。変化に理解を示す人もいる一方、神事としての性格を尊重すべきだという人も。虐待だっていう風な部分で意識せずに、その神を崇めるものじゃないですか、そういう風な意味合いで、僕は残ってほしい。そんな意味だったら迂回やって一緒じゃないですか。迂回やって伝統やけど、そうそう、で、あいは吐かしてっていう話じゃないですか。そういう意味だったらキリあらへんじゃないですか。そんな賛否が分かれる町の意見。しかし取材した中で、上げ馬神事自体をやめるべきだという人はいませんでした。伝統が断ち切れてはね、何ともならんもんで、やっぱりその伝統がこうね、未来続けるように、まあ、みんなで協力した方がいいとは私は思ってます。坂や壁についての改善策は今年の末までにまとめられ、来年の上げ馬神事はその内容を反映した形で行われる方針です。さまざまな声もありました。はい、今スタジオにはですね、上げ馬神事で馬が走るコースの映像を映し出しています。坂の下から壁の上までは建物3階分ほどの高さがあるということ で、この坂の登っていった先にある壁の高さがだいたい2メートルほどということなんですが、本田さん、かなりこう迫力がありますよね。竹原さん、こうやって見るとかなりこう壁のように見えますよね。ここから見るとなんか壁駆け上がっていくみたいなもんですよね。確かにそれは勇壮ですごく 見応えはあると思いますよね。確かに。で、この上げ馬神事自体はおよそ700年もの歴史がある神事で、今回坂を緩やかにするなどの対策案が協議されるということなんですが、地元では葛藤もあるようです。上げ馬神事の関係者によりますと、毎年少しずつ改革してきたので、今回も改革していくしかないと話す一方で、およそ700年続く伝統を受け継いでいかないといけないですとか、馬が上がりやすくなれば吉凶を占う神事としての意味が薄れるですとか、何もかも時代に合わせることが伝統の継承になるのかという葛藤もあるそうなんですが、このあたり竹原さん。もともと祭りって
あの晴れの日、非日常を描くもので、まあ、危険だったり猥雑だったりちょっと日常と違うんですよね。ですからこういう危険というのは、まあ、実は伴うものだとは思うんです。ですから少しずつ変えていくことで、多分先ほど皆さんこれを廃止しようって人はいなかったってことなの で、残すためにみんなで知恵絞ろうと思ってやってるっていうことで考えればですね、少しずつ改善、まあ、一気に改善じゃなくてね、少しずつ改善することで残していければなと思いますけどもね。実際のもし自分の息子が、アゲーマシンジで馬に乗るということになったらと思うと、やっぱりちょっとでもこう安全対策を、ね、強化してほしいなという思いも親心としてありますし、見直しということが決まった以上、やっぱりしっかりこう、ね、話し合って、いい方向に、ね、決めていくといいですよね。人も馬も無事にというのは共通の願いだと思います、来年以降どのような形で開催するのかは年末までに方針を決めたいということですので、今後に注目です。はい。